センター返ししろってよく言われると思うんですけど、どんなボールが来てもセンター返しをしに行く結構いると思うんですよね。そういう意味じゃなくて、センター返しをやるんではなくて、センター、皆さんこんにちは、オープンバッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、バッティングでよくセンター返しをやるとよく言われると思うんですけども、このセンター返しについて詳しくやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。よくバッティングでセンター返ししろってよく言われると思うんですけど、そのセンター返しをしろっていう言葉を真に受けてしまって、どんなボールが来てもセンター返しをしに行く結構いると思うんですよね。例えばアウトコースでもセンター返ししに行ってしまったりとか、インコースのきついボールでもセンター返しに打ちに行こうとしたりとか、そういう意味じゃなくてっていうことを今回お伝えしたいということですね。センター返しをやるんではなくて、センター返しを意識する、ピッチャー返しを意識するっていうことが大事なことっていうことですね。ピッチャーもセンターラインにいるわけですね。で、ボールはそのセンターラインからキャッチャーのミットをめがけてセンターラインにボールが来るわけですね。センターに来たボールをセンターラインに打ち返すっていう、こうまっすぐ来たボールをまっすぐ打ち返すっていうのがいいバッティングの仕方とかよく言われるんですね。バッティングってバット体の後ろに持ってますよね。で、体の後ろに持ってるものを前に出す作業をするときに体の回転をする、回転をするときに回転がひどくなると体の開きになってしまってセンター返しができない打ち方になってしまう、あるいは早くバット引きすぎて引っ掛けてレフト方向に打ってしまう、こういうことが多い。で、そういうバッティングのフォームをしてしまうとアウトコースに投げられたときにボールが遠く感じて見えない、打てない。で、変化球が来た時に腰が抜けてるので打てませんよ。一番センター返しに近い打ち方するのはどういう打ち方かってなった時に、体の開きを抑えてしっかりバットの面がまっすぐセンターの方向に向いてると形として綺麗な打ち方をしてるということですね。で、だからセンター返しを意識するということですね。センター返し、ピッチャー返しを意識することで広角に打てますよ。レフト方向にも打てます、ライト方向にも打てますということで、センター返しを意識するということなんですね。レフトを意識している人が急にライトの方向に打てるかというと、これはおそらくミスでしか打てないと思います。狙って打つのっていうのはこっちの方に狙う、こっちの方に狙うっていうようなイメージじゃないとやっぱ打てないと思います。だけどセンターを意識していれば両方に打ち返すことができますよ。形としてはセンター返しの形、この体の形は変えずにちょっとね、バットのヘッドが変えるだけでレフト方向に行く、でバットのヘッドが変えらずにライトの方向向くだけでライトの方向に、これが基本ということです。それではですね、マシンを使ってバッティングしていくんですけど、実際にね、センター返しを何本かやって、その同じ入り方でボールに対して、ね、インコースに来たら引っ張るし、アウトコースに来たら逆方向に打っていく、センター返しを意識したバッティングっていうのをね、実際に見ていただきたいなと思います。はい、まあ、これがセンター返しですね。で、同じような入り方ですね、センターに向かって入っていく、この形を変えずに打球を引っ張っていったり流したりする。インコースですね、センターを中心に意識して甘く入ってきたボールに対してはそのままセンターに打っていくんですね。アウトコースは同じに入って逆方向、打ち方的には基本的に変わらないですね。ボールに入っていき方っていうのはセンター返しを意識しているんで、センター方向に実際に入っていく、でその中でインコースに来るボール、アウトコースに来るボールっていうのに対して体が反応していって、バットの角度がついてレフト方向に打つ、ライト方向に打つということで、センターを意識した中で打てるんで広角に打球が飛ばせれますよと、そして体の開きも抑えれますよということがセンター返しを意識するということですね。なので皆さんもね、まずはセンター返し、ピッチャー返しの意識を持ってバッティングしてみましょう。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。質問等あればコメント欄の方にどんどん書き込んでください。兵庫オークボーイズの新入団選手も募集しております。
動画の概要欄にホームページの URL が貼ってありますので、そちらもご覧ください。次回もお楽しみに。それでは失礼します。